こんにちは、今回は鍛造武器で必要になる鉱石の場所で、多くの鉱石が取れる魔性スポットを紹介してくれる NPC の場所の紹介です。で、教えてくれるのに評判レベル2になるのが必要なのかな。で、稲妻は、3つの島で構成されているので、3人の NPC が各島ごとにいます。ちなみに、マルチで取れるかどうかは検証してません。コメント欄で指摘してくださると嬉しいです。で、一人目がこの宮崎だね。で、二人目です。二人目は、九条陣営にいます。いいさ。はい、見つかりました。ここで二人目です。で、最後は多分誰でも知ってるかな、稲妻城です。はい、ここのワープですね。はい、ということでこのまま行けば3人目がいます。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。